とにかく今の私たちの目標は似てるはず。それぞれ抱えてる謎は多いけど、この地に長くとどまるのは得策じゃない。ちょっと待ってってば。みんな気づいてないの？さっきの方向はあの犬のだよ。きっとそいつが怪物たちを呼び寄せたに決まってる。見たの？そういうわけじゃないけど、安心して、きっとそうだと思う。じゃなくてよかったよ。あの犬を逃がしたのは残念だけど、あれは一体何なの？それよりあなたが犬を追いかけた時、どうして奴が敵だと分かったの？そっちの方が気になるんだけど。嗅覚？第六感？そんな感じかな。とにかく外れたりしないの。でも、すでに相手を見失った今、どう進むべきかを決めた方がいいんじゃない？少なくとも、同じ場所に留まったまま、未知の敵に襲われ続けるような事態を避けられると思う。それはどうかな。でも、あなたたちは、この私、大魔王コラリー様が出した答えを受け入れるしかないんだ。はっ、はっ、はぁ。え？もう結論を出したの？あなたたちにユーモアのセンスがないのは分かった。とりあえず、本題に戻ろう。具体的な方法は割愛させてもらうけど、今の私たちが唯一測定できる量子移動、つまり今、私たちを閉じ込めてる空間のエネルギー勾配だよ。具体的に言うと、この天然の罠は、一つの洞窟だと思っても構わない。洞窟の中の渓流は地形に沿って流れる。私たちが水の中の魚だとすると、その流れに沿って進み続ければ、ここから出られると思う。そうじゃなかったら、洞窟はとっくに水で溢れてるはず。つまり、私たちが果てしない深淵の底にいない限り、量子移動のエネルギー勾配に沿って前進し続ければ、この空間から出る機会を見つけられるはず。壁に沿ってその時、私たちは
火星が固有世界にある表面に戻れるのかもしれないし、未知の世界の泡、例えば夢追い人の故郷にたどり着くのかもしれない。とにかく結果はわからないけど、過程は明確だよ。漁師はいつもそうだから。あ、進めば必ず道が開けてなんとかなるだよね。そう理解してもらっても構わないけど、何でもかんでも私がまとめたように簡単だとは思わない方がいい。理論の説明に時間がかかるから、仕方なく比喩を使って大雑把に説明しただけだし。関係ないよ。過程を全部飛ばして結論だけを出したとしても、私たちは仲間としてあなたを信じるべきだもん。そうじゃないの？そうだね。そういうことにしておく。でも夢追い人、何か補足はないの？彼女たちの言う漁師の海と違って、あなたはこの空間をデータの海って呼んでたよね。うん、今まで一般化した漁師の海に触れたことはないから、教科書で学んだ知識で説明すると、私たちの惑星は100年前に大崩壊の侵食を受けたの。でも何かの奇跡のおかげで、私の故郷はデータの海に包まれて今日まで存在し続けることができたんだ。大崩壊による量子化、地球の終焉の繭が世界を破滅させた時に作った世界の泡のようなもの。夢追い人、あなたの通信機。謎の通信。もしもし、誰？おかしい、もう切れちゃった。どんな相手だろう。敵だったらここまで回りくどいことはしないはずだよ。うん、この空間が特殊だから外との通信が不安定になってるのかもしれない。ということは進みながら次の連絡を待つしかないってことかな。知り合いだったらいいね。でも今のところはそうだと思う。もしかしたらこの件については万能な大魔王コラリー様が力になってくれるかも。だったらもたもたしないで、エネルギー勾配の方向はこっち、出発するよ。近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。今のは無人機？個人携帯式警戒機、カンブリア機534。警戒機能の他に信号中継機としても使える。そうじゃなかったらあなたは通信機を頭より高く上げるなんてバカバカしいポーズをとって信号を強くするしかない。いいタイミング。
ご協力を。急いで片付けよ。気に入ってくれるよ。動かない。5、4、1。残念、また逃げられたね。何度も面倒事を増やすなんて。次に会ったら絶対に捕まえてやるんだから。相手から見たら私たちも面倒事を増やす側かもね。そんなの知らない。先にいじめてきたのはあっちだしそれはそうだけど、私たちの最優先任務はここから逃げることだよね。当たり前でしょ。違う、逃げるんじゃなくて突破だよ。ん？今のうちに射撃訓練してもいいかもね。任せて。どうして私たちなの？つまりこの謎の物質も量子井戸の一部を構築してるってこと？今得られたデータによると、池の底にあるゴム栓のように私たちをこの量子空間に閉じ込めてる。それって私たちは何とかしてそれを抜くべきってこと？プールの水を抜くみたいに？その例えと同じように、それは危険な行為だ。私たちは渦巻きの中でもがく、ゴムのアヒルみたいになるかもしれない。でも基地内の無人機が私たちをここから出してくれるなんてことは期待できないと思うんだけど。それはそうだよ。でも1万歩引いて考えると、量子適応性を持つ人は少なくとも量子の海で餓死はしない。行動プランを考える余裕はまだあるはず。あった。暑い。待って、ケーキのメモリ何をした？別に何もしてないけど。これは一体。この映像が何なのかわからないけど、
確かに私たちが二人を発見した時のことが記録されてるね。あのキューブが熱くなったと思ったらすぐに眩しい光を放った。そして二人が現れた。一人一人が半分を占めてて、胎児のように体を丸くした体勢だったよ。うわ、外から見るとこんな風になってたんだね。何も準備してなくて残念だよ。映像に残したかったな。要点を間違えないで。少し前の出来事が私たちの前で漁師の海に再現された。つまりこれも空間異常の一部かもしれないってこと？見ればわかる。それに二人とも関係がある。片方は石から現れて、もう片方は夢から落ちてきた。それだけで言うと、どっちがより怪しいかわからない。石から現れるのは別に珍しいことじゃないと思うよ。だってここはデータの海だし。彼女は私が夢で会ったあのセナディアじゃないって言ってたし、私たちと出会う前の記憶もないなら、文字通りに石から現れたってことになるんじゃないかな。データの海から急に人が現れる、よくあることじゃないけど別に珍しくもないと思う。冗談だよね。なんて言えばいいのかな。私自身もそうだから。というより私や彼女みたいにデータの海で生まれた人は私の故郷では結構いるよ。生まれながらにして一部の常識を知ってること以外、私たちは普通の人間と比べてもそんなに違いはないの。生まれながらにして常識を知ってる。あ、確かに宇宙人ならその自動翻訳機を持ってるだろうけど、私たちにはそんな超能力なんてない。そう考えると私が自分の名前はセナディアだって知ってること自体十分変だよね。でも想像力を働かせてみて。今の東映は夢追い人がいたから現れたのかもしれない。彼女が夢で私に会ったのと同じように。つまりデータの海に関する特殊能力を持ってるから、それを通して過去と未来を占ったりできるんじゃないかな。そう言われても。大丈夫、やってみればわかるよ。そうだよね、コラリ。エネルギー勾配と異常現象の関係を言ってるのなら確かにそうなるけど、でもそういった占いが私たちに実質的な助けをくれるとは思えない。どちらかといえば夢追い人の通信機が正常に戻るタイミングの方が気になる。やったー、コロリーも夢追い人のことを認めたんだね。じゃあ早速出発しよう。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。誤解しないで。別に夢追い人をそんなに信頼してるわけじゃない。その通信機の役割を認めただけ。そう言わないでよ。ほら、あの言葉があるでしょ、始めよければ終わりよしってね。セナ、場を盛り上げるのが得意だね。あ、またさっきと同じ投影。ドニグル、まだ私を理解することにこだわっているのか。そんなことに意味はない。お前は犬でしかない。こういった街はどこにでもある。外の人間は中に入りたいと思い、中の人間は外に出たいと思っている。
闇夜は何もないのに、なぜ私を慰められるのだろうか。忘却の風は全てを撫で、果てしない空だけを残す。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。もしあらゆる星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め、暗黒を崇高なものとして感じるようになるだろう。この人は誰？どうしてあの犬を連れてるの？私に聞かれても。待って、あっちにまた。どう？今回はつながりそう？親切姉さん？あれ？知り合い？彼女は…ダメだ、他のチャンネルなら…違う、現地調査の結果によると、あの子が失踪した時モバイル通信機しか持ってなかった。他のチャンネルでやってみても意味はない。通信機に記録された最後の心拍信号を見る限り、あの子が行った場所はデータの海以外にないだろうって推測できるけど、この傾向だと。データの海の深部なら、あの子を見つけるのは至難の業。あ、このピークは10時17分48秒。一時的にあの子の通信機とシステムがつながったの？あ、消えた。知り合い？しかもあなたを探してるみたいだね。うん、彼女は親切っていうの。私の先輩で、同じ先生のところでデータの海の研究をしてる。もちろん私はまだ初心者だけど。そんなの今はどうでもいい。通信機の時間は、午前10時29分の…さっきの通信記録、午前10時17分。おめでとう、漁師の海で生配信に間に合ったね。もし運が良ければ…まあいい、まずは一歩目を目指そう。期待値を管理する上で勝手に望む行為は最悪だから。あら、そんなに順調に行くわけないよね。遅いよ、さあ一緒に戦おう。相棒、お待たせ、セナ。ビュ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 、大根罰ギャー。さあ、忘れて、星々の流れよ。いいタイミング、気に入ってくれるよ。逃げられないよ。さあ、終わりを告げようか。動かない奴らを目覚めさせよう。おっとっと、やっふん、へい、また
これはさっきの。するつもり。ここはどこなの？騙さないでくれ。俺たちは海に沈んでる。世界が丸ごと沈んでるんだ。この目で見たんだ。彼らだとしてもありえない。ありえないんだ。すまない、今は何も言えない。あんたは思う存分恐怖を感じるがいい。そうするだけでここで影はあんたをしばらく生かすことができる。ここにはたくさんの謎があるみたい。セナたちはまだ近くにいるのかな。仲間たちとはぐれちゃった。私自身に戦えるような力はないし、怪物に気づかれ。おや、これはトラブルが起きたみたいだね。なんて言えばいいかな。これは巡ってくる幸運、それとも逃れられない運命か。あんたはどう思う？まずいね。あんたも他の人たちみたいに驚きすぎてダメになったの？なんて説明すればいいかな。うちのことを嘘つきだと思ってる人がいるんだ。彼ら自身が嘘つきだからね。気が触れたと思う人もいる。彼女自身の気が触れてるから。でも、うち自身の言葉で表現するなら、うち、聞くまでもないんじゃない？あんたをナンパするわけないだろ？どう見てもタイミングが違う。まあ、助けてあげてもいいよ。でもわかるんだ。あんたはうちと同じで、そんな浅はかな人間じゃない。うちはね、あんたと真面目な話がしたいんだ。ねえ、あんた運命を信じる？そういう生まれた時から存在して、生きてる間に全てを決めて、そして死んだ後も変わらないものだよ。教えて。あんたは信じる？あなたが誰なのかわからないし、何をしようとしてるのかもさっぱりだけど、そんなに暇なら。やめて。今うちが話してることは真面目な話と言えないの？後ろを見て、そして目の前を見て、ほら、これがうちの言う運命だ。おそらくあんたは自分がどうしてここに来たのか分かってないんだよね。しかし、よりによってあんたはここで死ぬ。わかるかな？あんたの前に現れたこの災いは大崩壊というんだ。どういうこと？うちが今日出会ったのは
命を大事にしないやつばかりだ。最高の機会が目の前にあるのに。機会？もちろん今のあんたの運気は確かにいいとは言えない。でもあんたはちょうど天気を伺うことができて、それを少しいじることで正気を立ててる人間と出会った。どうかな、うちがその運命を変えてあげようか。一体何を言ってるの？俺、この怪物たち、まさか怖がってるの？どうやらあんたは面倒な作法が嫌いな人間なんだね。じゃあお手本を直接見せてあげようか。お客様、お口に合うかはわからないけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす。琥珀冬を防ぐに足るも、何度無為の核を思わん。これはさっきの人が持ってたものと同じ。私今また夢を見てたの？それともこれは夢の中の夢？あるいは。あちこち怪物ばかりで人っ子一人いないじゃない。この声はセナ？一か八かかけてみようアストラルリングだよね。もう一人の私がくれたならちゃんと助けて。どのコネクターでもいいから私の前に来てどのって、セナが知ってるコネクターは一人だけでしょ。セナディア、必ず目を追い人、本当に来てくれたんだ。まさかアストラルリングってこんな使い方もできるの？考えすぎ、これはたまたまだよ。なんだ、これだから理系の人は全然。はい、やっと片付いたね。夢追い人、そっちは大丈夫？大丈夫。少し前にちょっと危ない目にあったけど、運よく知らない人に助けられたんだ。知らない人に？うん、相手はこの怪物たちと同じように影の中で活動するのが得意みたい。私を助けた後急に消えたんだ。どっちかというと私とは同類みたいだね。でもそうなるとここに落ちてからあなたもコラリーたちと会ってないってこと？うん、私もだよ。ここに落ちてからずっと怪物に囲まれてて、でもあなたが幸運を与えてくれたみたいだね。つまりあの黒い物質を抜けた時に私たちは別々違うところに飛ばされちゃったってこと？そうみたい。ところであれは一体何なの？私たち一体どうなってるの？この場所すごく不気味だよね。想像してたのと少し違うし。想像？少
少なくとも先住民がいるみたいな列を作って情熱的に私たちを迎えてくれて宴を開いて、そして私たちがなんだか全然違う存在だって気づいて神として崇めてくれるとか。待って、まさかここがあなたの故郷なの？ううん、それは違うよ。そうだよね。でも確かにここは不思議と馴染みがある気がする。なんて言えばいいのかな、まるでおじいちゃんやおばあちゃんが話してたすでに取り壊された建物をこの目で見たような、そんな感じかな。私もお母さんから生まれたわけじゃないからそれならあなたの勘が正しければ、あなたの勘が正しければ私たちはまだ安全だってこと？だっておじいちゃんやおばあちゃんが住んでた場所でしょ？怖いものなんて出たりしないよね。それは私が適当に考えた例えだよ。厳密に言うとここが自分のもう一つの夢なのか、それとも実際に存在する量子空間なのか、あるいは別の世界なのかすらわからないんだ。まあ私がここにいるってことはきっと現実だよね。だなきゃあなたはもう一人の私に会ってるはずだよ。ああ私も彼女に会いたかったな今後会えるといいね。うん、私も彼女にいろいろ聞きたいことがある。あ、そうだ、あなたの通信機は？やっぱり反応がないの？そうみたい。なるほどなるほど、今はこの方法しかなさそうだね。私たちでヘリアとコラリーを探しに行こう。馴染みがないところに来たらまずは知り合いを探すべきだよね。そうだ、あなたを助けた謎の人物もだよ。もしまた出会ったらちゃんとお礼を言わなきゃ。それはそうだね。えへん、これって優れた者の見解は大体一致するってことかな。じゃあ早速だけど、この辺りで外に通じてる道は一本だけ、もう見ておいたから、そこを歩いていけばきっと間違いないはず。宝箱は多い方がいいよね。次は、そういえば、あの犬はどうしたのかな？私たちをここに連れてきたのに。また姿を消したよね。こっちに来てからあの犬は私を一目見てすぐにどこかに行った。でも隙間を開ける行動から見るともしかしたら押し入ったのは私たちの方？うん、それもあの犬が先に手を出してきたからでしょ。次はどんな冒険が待ってるのかな。見えてもちゃんと警戒してるんだよ。
り平和が一